いつもご視聴ありがとうございます。今回のラウンドも太陽の日差しをたっぷり浴びながら楽しくラウンドしていきます。ちょうど太陽が頭上にある中で朝一番のティーショットです。今回もよろしくお願いします。当たりはまずまずだったのですが、危うく左のワンペナに行きそうでした。ロングホールの2打目はクリークで打ちます。今回の動画の前半では、以前お話しした二重振り子運動についてお話しさせていただきます。ゴルフにおける二重振り子運動は僕が考案した理論ではありませんが、この動画では僕の考える二重振り子運動についてお話をさせていただきますのでご了承ください。二重振り子運動の長所は2つあります。1つはクラブの動きの再現性を高めること。2つ目はヘッドを加速させて飛距離を出すことにあります。まずは再現性を高めることからお話しさせていただきます。ゴルフスイングで大切なのは、いつも同じスイングをする再現性であることは言うまでもありません。ゴルフにおける二重振り子運動は文字通り、クラブの振り子運動です。振り子運動とは、全く動かない視点を作り、そこからクラブを振り子のように動かすことにあります。視点は首の付け根であったり、背骨であったり、イメージしやすいところで構いません。クラブを持って、肘や手首を固定して、視点を動かさないようにクラブをブランブランと運動させることで振り子運動はできます。これだといつも同じ空間や場所をクラブが振り子で動くので、再現性しかありません。パターやショートアプローチはこれだけでできてしまいます。しかし、振り子が一つだとヘッドが加速せず飛距離が出ません。そこでもう一つ振り子させます。手首を支点にしてクラブをブランブランと運動させます。これも振り子運動です。しかし、これだけだと振り子の弧が小さくなるため、やはり飛距離が出ません。そこで首の付け根や背骨を支点とした振り子運動と手首を支点とした振り子運動を同時に行います。すると、クラブヘッドを振る弧が大きくなるのと同時に、手首を支点に振り子させることでヘッドは加速することができます。これが二重振り子運動のゴルフスイングです。ソフトボールのピッチャーが投球でリリースするとき、肘を腰に当てることで、テコの原理を使ってボールを投げます。これをブラッシングと言いますが、これも二重振り子運動です。肘を腰に当てる場所や強さ、タイミングなどを合わせることで、コントロールが良くなると同時に、ボールにスピードがつきます。肘が腰に当たることで再現性が高まり、手首が加速するわけです。ゴルフスイングに話を戻します。大事なことは、トップからグリップが先行して、クラブはボールに向かって降りてきます。そして、インパクトしてその直後に加速したヘッドがグリップを追い越していきます。このヘッドの加速がヘッドスピードを速め、正しく芯でボールの芯を捉えれば、ボールスピードが増して、飛距離を出すことになるわけです。この時に腕や手首に力が入りすぎていると二重振り子運動にならずにヘッドが加速できません。パワーがあるのに飛距離が出ない方は腕や手首に力が入りすぎてヘッドが加速しないからかもしれません。それからボールが曲がってしまうことを恐れて手首を使わないように固定しすぎるとやはり飛距離は出なくなります。方向性を意識しすぎてしまうと、インパクトゾーンで手首や腕に力が入りすぎてヘッドは加速しませんし、そのことで振り子運動の再現性も損なってしまい、逆にフェース面のコントロールができなくなることがあります。心がけることとしては、ヘッドの重みを手や腕が感じることです。力が入りすぎると、感じることができなくなります。
ヘッドの重みを感じるような素振りをしてみてください。すると二重振り子運動は自然にできてるはずです。練習法としては今お話しした力を入れない素振りや、何度かこれまでお話しさせていただいたように腰から腰へのショートスイングです。あるいはアプローチでも構いません。力を入れなくてもできる練習がいいと思います。はじめにお話ししたように二重振り子運動は僕が考案したものではないので、他にも解説した動画があると思いますので、詳しくは他の方の解説もご覧になるといいと思います。それでは後半のスピリチュアルな話です。テーマは自分を好きになり、大切な人とつながるです。よく人のために頑張る、人を助けることで頑張ることができるという方もいらっしゃいます。それを職業にされている方も世の中には大勢いらっしゃいますし、職業でなくても実践されている方もいらっしゃいます。それはとてもいいことで、尊敬できることだと思います。ただ、人を助けるためには、まずは自分が整ってなければなりません。自分を愛することができない人は、人を愛することはできないという言葉もあります。いずれにしても、自分あってのことであることには変わりありません。自分を好きになるためには、まずは自分に感謝することだと思います。この動画をご覧になっている方は、それぞれの年齢ですが、これまで生きてこられた中で、今のご自身の体に感謝してください。楽しかったこと、嬉しかったこと、そして苦しかった時や辛かったり悲しかったりする時もあったでしょうが、そうした人生を歩んでこられたご自身をねぎらい、いたわり、感謝してください。過去も振り返れば、そこにはあたかも他人のように自分の過去を見ることができます。ずーっとずーっと昔の自分も見ることができます。そこには多くの手によって、そして満ち溢れた愛情を受け、育ってきた自分を見ることができます。人間は生まれてから誰からも助けられないで生きることはできません。そこにはたくさんの人の愛情があって育てられました。たくさんの笑顔と、たくさんの愛情ある言葉と、温かい胸に抱かれて、僕たち人間は育ちます。そこには多くの自分自身と、たくさんの方々の顔が登場します。自分自身はもちろん、愛情を与えてくれた方の顔を思い出して感謝してください。その時、思い出された人に感謝することで、つながることができます。このつながるというイメージ、感覚が大切です。これまで何度かお話しさせていただいたように、人間の思念や想像力にはとても大きなパワーがあります。そして感謝するという思いにもパワーがあります。大切な人を思い出し、感謝することでつながってください。それが今の自分への愛情という最高のエネルギーになっていきます。感謝して、愛情という最高のエネルギーは今の自分の細胞にプラスの波動を起こしてくれます。その波動をもっともっと膨らませて、自分を好きになり、自分を愛してください。その愛情が満ちて、外にどんどん溢れ出てきたとき、もっと大きなエネルギーとなり、多くの人に愛情を注ぐことができるようになるはずです。自分を好きになり、波動を高め、自分への愛情を深め、溢れたエネルギーで周りと接していってください。何度かお話しさせていただいたように、初めは瞑想するといいと思います。背筋を伸ばして呼吸に集中して、自分の中にベクトルを向けて、自分を愛し、大切な方とつながってください。感謝してエネルギーに満ち溢れてください。楽しかったり、嬉しかったり、
充実した過去はもちろん大切にしてください。そして嫌なことや辛かった過去に育てられ、今の成長した自分がいます。瞑想して可能な限りプラス思考で自分にベクトルを向けていると、時として今まで考えたことのない気づきがあるはずです。そうだったんだ、この出来事が今の自分につながっているんだという気づきは、これからの自分にとって大切な福音になる時もあります。さて、前半の最終9番ホールのパーパットですが、これを外してしまいスコアは38でした。このラウンドの続きはまた次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。